奥多摩町大丹波地区バス停上日向駅近くに架かる橋の一つ。大丹波川に架かっている比較的古い橋。大丹波は東京都西多摩郡奥多摩町に属する地区。かつては大丹波村であった。現在の東京都西多摩郡奥多摩町の東部に位置する JR 大目線河合駅の北部。大丹波川が地区を貫いており、川を中心として その周りに集落が存在する。大丹波川は JR 大目線、川駅付近で多摩川と合流している。大丹波地区は川乗り山への登山ルートの一つにもなっている。本格的に奥多摩の地に人々が住み始める。以前から住んでいた人と朝廷からの国志下校などに伴う小豪族とが融和し、血縁、遅延の関係で次第に村を形成した。 江戸幕府の直轄地として、幕府大官の支配が行われた。ただし大丹波村は小丹波村と共に一時、田やすけ川越藩領となったことがある。幕末になると大丹波村は再び、江戸幕府の直轄地となる。奥多摩町大丹波地区にある飲食店。大丹波国際マス釣り場で毎年夏に開催される、親子釣り体験教室。大丹波市士。 毎イエンブ波イイルミネーションの巨大ツリーの様子かく、家庭で小規模に行っているわさび伝の一つ。ありがとうございます。